はいどうも、沢健と申します。よろしくお願いします。Hello everyone, this is 沢健 nice to meet you. で、実はですね、前回私がアップした動画が予想以上に視聴、まあ、されまして、で、ま視、あ、聴回数が増えるとですね、まあ、違う意見を持った方も当然いて、まあ、その方たちからですね、ちょっとご意見をいただきました。で、その二つがこれ、まあ、二つあって、これが、えー、その二つなんですが、一つ目、審査員たちがパンツと叫んだのは、 これね、パンツって叫んだのは、最初から狙っていたことであって、これ偶然ではないということですね。で、この動画を初めて見た方が、これだけ聞くと、一体何のこっちゃって思うと思うので、よかったらですね、あの、こちらの動画ですね、私の前回の動画、こちらでですね、まあ、よかったら見てください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、え2番目。 これは不完全な英語と言って、安村さんお前リズってんじゃないかと。ねいやもうこれね、2番、先にこれ、まあ反論させてください。実は僕、この安村さんの芸、実は今回初めて見たんですね。あの、まあというのもう、僕、テレビをですね、テレビをもう20年ぐらい持ってないので、それでちょっとあんまりその芸のネタとか、まあよく詳しくないんですけれども、今回初めて見て、もう僕も大笑いしましたもん。もう <laughs>、僕も大笑いしましたね。で、やっぱりね、まあ、 まあこんな言い方も古臭いですけど、まあ同じ日本人としてですね、誇りに思いますね。うん、I am proud of this comedian。はい、それじゃあ,まあ1番について説明しますね。Don't worry, I'm wearing. って言った時に、審査員たちが、パ a n t ってめっちゃ大喜びだったんですよ。Don't worry, I'm w e a r i n g y a y i n i s ねで。それが盛り上がってすごい良かったなと思ったんですけれども、 実はですね、僕ね、この方についてちょっと調べて、そしたらね、この英語ネタ、Don't worry, I'm wearing っていうのは、もうすでに7年前にもう出来上がっていたんですね。その動画を、その動画、えー、7年前の動画、また概要欄にリンク貼っとくので見といてください。彼はここで、あの、Don't worry, I'm wearing で、ここで終わらせてます。 だからもうこれはもう決め台詞になっていてもう7年間変わってないんですね。でも前回の動画で説明しているように I'm wearing だけだと不完全でその何を履いているのかっていう目的語が必要だからネイティブ、イギリス人のネイティブとしてはこうなんか振られている ?I'm wearing? っていう感じでなんか振られている感じがしてパンツって言っちゃったんじゃないかっていうのがま僕の意見だったんですね。 ただ一つだけやっぱりね上手だなって思ったところがありますそれは彼がショーの前に一番最初の時にこうやって言ってるんですね wearing pants. <Yes! S 1> そう「I'm wearing pants」ってこうやってちゃんと言ってるんですよこれはすごく良かったというのも「I'm wearing」だけ急に始めても要するに「I'm wearing underwear」なのか「I'm wearing... I'm wearing, な要するに何,何を言えばいいのかあんまわかんないんですよね。でも、I'm wearing pants ちゃんと自分で言ったんですよね。だから、I'm wearing ってストップしたら、あ、なんか求められている。あ、さっき、そうや、パンツって言ってたよね。パンツって。そういう現象が起きたんだと思ってるんですね、僕は。まあでもね、この辺はね、もう本人に聞かないとね、わかんないと思うんですよね。なのでね、まあ、まあぜひ一度ね、なんかね、聞いてみたいなと思っているんですけれども、 でもそんなことよりもですね、やっぱりこの2番の安村さんの英語をディスってるっていうね、こっちの方がね、僕ね、心痛いですわ。もう僕、英語を教えていて、その生徒さんの大半は、みんな初心者の方なんですよ。その初心者の方の英語をディスるなんて、もう僕にはもう絶対できません。で、あそこまで来ると、やっぱもう言葉超えてるから、もうその言葉なくってもゲ、ゲ自体が面白いっていうか、そこまで来てるので、そこがやっぱりこの安村さん、 の芸人としての、まあなんか凄さっていうか芸人としてのこう大きさだと思います。